フィン島の一フィン島にあるイエス工場。フィン島はデンマークの中央部にある島。ユトランド半島の東に位置し、面積は2984平方キロメートルで、グリーンランドとその続島を除くとデンマークで3番目に広い。人口は44万7000人。中心都市は島の中央部にあるデンマーク第3の都市オーデンセで、 童話作家ハンス・クリスチャン・アンデルセンの出身地として有名。少年期の14年を過ごした家も残っており、アンデルセンの家という名のついた博物館もある。フィュン島は周辺の島を合わせてフィュン県を構成していたが、2007年の自治体再編により南デンマーク地域に属する。フィュン島と首都コペンハーゲンのあるシェラン島とは大ベルト海峡で隔てられている。 1998年に完成したライベルト橋は、海峡の中にあるスプロエ島を間に挟んだ西橋と東橋からなり、東橋はシュスパン町1624メートルで世界第2位の長さの吊り橋である。フユン島とユトランド半島の間には小ベルト海峡があり、2本の橋で結ばれており、南の東進へ島との間にも橋がある。島の東部の小さな村、 ヘソルエイヤに約370立方メートル1000トン余りの大石が存在し、ウバイシと呼ばれている。その大石は周囲の土壌と全く関係ない花崗岩である。氷河に押し流された捨て子石とか、迷子石とか言われるものの一種であることは確かである。鈴木雅子、ブラリ、デンマーク、村井正人編長。 デンマークを知るための68章証石書店2009年37ページ。村井正人、デンマークの知性。村井正人編著、デンマークを知るための68章証石書店2009年17ページ。ありがとうございます。